木曜11時になりました。 ザ・デイブ・フロムショー、 デイブ・フロムさんお疲れ様でした。ここからの30分は東京ニューミクスチャースタイルバンドキングヌーがお送りするレディオヌー。こんばんは、キングヌーボーカルキーボードの井口です。今週のパートナーはこの人に来てもらっております。キングヌードラムの関優です。はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、はい、常田じゃないですよ、すいませんね。僕で怖いからそのテンションで常田、今週は常田君だから聞こうみたいな、うん、ね、人いるからね、知らないけど毎回そのなんかテンションの差というか、うん、なんていうか挑み方が、うん、まばらすぎてちょっとやっぱ俺も怖くなるし、うん、その聞いてる側も相当怖いんじゃないかなっていう。徹底した方がいいかな。いや、徹底ってどうすんの。逆にもうラジオのテンションみたいなっていうのを作っていく。作った方がいいかな。いやいやいや、でも今日本当になんか どうしたの。なんかちょ今日聞いていい、聞いて大丈夫、うん、いや別に特に何もないよ。いや、このスネタじゃないよって言うテンション、うんうん、そう生まれてきてすいませんでしたっていうテンション。あ、めちゃめちゃ暗いじゃん、うん、やりづらということで今日は井口と関の2人でお送りしていきたいと思います。いや、この間の東京新ライブね、インタイムのイベントでしたけども、はい、ゆりちゃんとね、はい、宮地さんとね、はい、いい感じにこうね、ごちゃごちゃっとこうね、ごちゃっとなってね、ごちゃごちゃと僕らのね、僕らごちゃっと楽屋でね、はい、なりましたよね、はい、いや楽しかったですね。ソールドしまして、はい、きっともう大盛況でした。ありがとうございました。じゃあここで一曲聴いてください。マクドナルドロモス。お送りしたのはキングヌーで、マクドナルドロマンスでした。インタイム897レディオヌー、今夜はキングヌーボーカルキーボードの井口とドラムの関優がお送りしております。はい、関優がお送りしてます。はい、ここで番組に届いたメッセージ、じゃあ、はい、じゃあ、します。はい、読ませていただきます。はい、ラジオネームセイナさん、こんばんみー。こんばんみー。毎週楽しみに拝聴しています。私は映画鑑賞が趣味で、特に脱獄系かギャング映画が大好きです。この映画の役を演じてみたいとかありましたら佐藤さん教えてください。ファーウェイモバイルから送信って書いてある。いやいやいやそこ読んじゃう。マイナーな携帯使ってます。マイナーな携帯使ってるんで。いやーな、演じてみたい役、うん、まあでもね、王道とかやってみたいけどね、刑事とかさ。ああ、刑事とか犯人とか。犯人ね、犯人は全然思ったことない。どういう役やりたいとか。あ、本当、うん、もう仕事があるならあれならもう何でもやるよ。何でもやるよって言うんですか、うん、うんこでもやるうんこ役とかでもやるあ、ほぼうんこだもんね。そう、あ、そうだよね、うん、うんんほぼうんこじゃんね。ほぼうんこかな、うん、言うとかないの、演じてみたい役。演じてみたい役ですか自分が俳優だったら。なんかウォーターボーイズの竹中直人さんみたいなああいう感じのやつ。なるほどね。そうそうそう、はいはいはい、だってだってだってっていう、なんかね、なるほどなるってね。そうああいうのやったよね。ああ、コミカルだね。コミカル、うん、コミカルいいと思う。ありがとう、うん、いや、でなんか俳優やってみたらって言われたことあるよ。でもあ、そう、誰に。いや絶対できないけどね。いや飲んでたら飲んでたら、うんあ、言われるんだ。絵が強いからっつって。あ、絵が強いね、うん、確かに。だってね、やっぱ時代って言われるもんね、柄本、うん、時代ってね。そうそうそう、時代だからね。時代の方から俺に寄ってきた画像とかね、俺見つけちゃってるからね。どういうこと、どういうこと。見た目知らないだろうけど、うん、時代は俺のこと。いや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 時代は俺のこと知らないだろうけど。怖いよ。いや、それ見た目がさ、うん、最近なんかヨンスに似ててごめんみたいな、うんうん、そうそうそう、なんか言うじゃん。そうそう、フレッシュネスバーガー買ってたら、うん、めっちゃ見てくる人いてで、俺ちょうどその時ジャージ着てたから、うん、あ、この人多分俺のことヨンスだと思ってんだろうなと思って。いや怖いよね。でもごめんな、ヨンスじゃなくてと思って、ごめんねっつって、ね、そうそうそう、
すごいよね、そのスタンスというか向こうから寄ってきてる感じ、うん、出すよね、そういう。じゃあ次行きましょうか。はい、はい、ラジオネームまなみさん、はい、関さんに相談です。はい、はい、関さんはよく井口さんに情緒が怖いと言われていますが、うん、はい、私もよく友人や家族に情緒不安定だと言われます、うん、面白がられているのでいいのですが、うん、自分のテンションが周りとずれていると思うとなんだか複雑です、うん、関さんはどう思っていますか。よければ教えてください。優はどう思ってるのかっていうのはちょっとね、うん、気にはなるね。あ、本当、うん、自分、あ、今日すごい、うん、周りが明るいのに沈んでるのなとか、ね、逆もあんじゃん。最近はなんかもう覚悟ができたっていうか、覚悟、ずれ芸人としてのっていう感じかな、うん、まあもうなんか周りも慣れてるしね。周りも慣れてるから、うん、そう、はい、あのね、もうズレ芸人として行った方がいいっすよ。そのなんだろう、でも決定だというかさ、その感情を決めるさ、うん、タイミングってどこにあるの、その今日暗い、暗くなっちゃったっていうのさ、何なんだろうね、うん、あ、分かんないんだ、分かんない分かんない、あ、分かんない、分かんない、なんとなく、うん、天気もまあ多少あると思うけど、天気ね、うん、雨の日って俺もうホント嫌なんだよね。あ、やばいね。本当そうだよね、うん、言うもんね、いつもね、うん、雨の日はもうみたいな、うん、まあなんかあるんだろうね、要因があると思う、環境のね、うん、今日これだもんね。そう、今日これ、ごめんなさいね。じゃあ次行きましょうか。はじめまして、こんばんは。こんばんは。あ、ラジオネーム佐藤さん。佐藤さん、先日電車の中で井口さんを見かけました、はい、おそらく池袋で謝罪動画を撮られていた日かと思います。お声かけしようと思ったのですが、電車を降りなければいけなかったのと、ツイッターで上げられている本日の井口でヤバい動画を拝見していたので声をかけることができませんでした、うん、井口さんを街中で見かけた時は声をかけるのが正解でしょうか、それともそっとしておくのが正解でしょうか。じゃあめちゃ気使ってくんじゃん。これから寒くなるので体調に気をつけて、うん、ワンマン頑張ってください。すごい、もうめちゃくちゃ気使ってくれてる。そう、いいファン。いいファン。いいファンですよ。敬語がちゃんとしてる、ね、ちゃんとしてる。ただユウがちょっと電車を降りるのことを電車降りるって言いかけてちょっと恥ずかしくなってた、ね、恥ずかしかった。可愛いなと思ってたんだけど。どうなの、声かけられたりとかさ、うん、するでしょ。ユウとか特にさ、やっぱ見た目がさ、うん、すごいじゃん、やっぱり、うん、結構声かけられるんじゃない。いや、だからみんなヨンスだと思ってんのよ。でもヨンスだと思って声かけられないでしょ。え、ヨンスですかってでとは言われないけど、だってヨンスその辺歩いてないんだもん。まさかヨンスとは思わないよね。だから戸惑ってるんじゃないかって、うん、だってヨンスじゃないもんね。ああすごいわ、うん、あそうだね、うん、ヨンスじゃないよ。そう、ヨンスじゃないから、それ分かってるんだ。そう、分かってるけど、もちろん俺はヨンスじゃない。俺はヨンスじゃない。俺はヨンスではない。けど向こうは、うん、ヨンスだと思ってるんだよね。うん、そう。確かに。絶妙。もうなんか覚悟。絶妙な感じになっちゃった。確かにって言っちゃったなんか。うん、声かけてほしいけどね、なんか。サトルは？なんか時と場合によるけどね。あ、時と場合によるよね。それはそうだよね。うん。基本的に嬉しいけどね。ね、なんか。うん、ね。うん。ね、女性と歩いてる時とかあるもんね、別にね、うん、その辺を察しながら声かけてくださいってことですよね、うんうん、まあ全然いいんだけど、うん、女性と歩いてた場合でも全然声かけてもらっていいんだけど、うん、いや、やっぱいいか、うん、ダメかな、ダメじゃん。まあ基本的にね、嬉しいです本当に、まあ、基本的にオープン、うん、まあいいことです、うん、はい、まあ、はい、ワンマン頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、あなたからのメッセージお待ちしております。はい、メンバーへの質問、こんなことに悩んでますなど何でも OK。 E メールアドレスはアルファベットの小文字で gnu@interfm.jp nu@interfm.jp です。ツイッターはハッシュタグレディオヌをつけてつぶやいてください。じゃあここらで僕らの曲をもう一曲、キングヌでプレイヤー X。
送りしたのはキングヌでプレイヤー X でした。インターフェム897レディオヌー、今夜はキングヌーボーカルキーボードの井口とドラムの関優がお送りしています。はい、ここからはヌーレコーズ東京のコーナー、架空のレコードショップヌーレコーズ東京の棚の中からセレクトしてリスナーの皆さん、そして僕井口におすすめの曲を紹介してもらいます。じゃあ今週はドラムの関優くんということで、はい、聞いてください。ブッカーティーでジャマイカソング。めちゃめちゃパン振ってんだ。めちゃめちゃパン振ってるよね。めちゃめちゃ左からして聞こえない。はい、この曲なんですけど、はい、多分午後の紅茶の CM でかかってた曲なんですよ。あ、それでかな。そう、なんか、うん、あと離れ組さんがカバーしてたりとか。それだわ。あ、本当。あ、それだそれだ。そう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 。聞いたことあった。夏、夏も終わっちゃったんでね。あ、そこら辺も考えて。あ、すごい哀愁がやっぱ。何笑ってんだそんな。何をそんな笑ってるんですかちょっと。いや、なんかさ、季節とか考えてさ、曲かけるの、うん、やばいなと思ってて俺。自分で。そう、うん、はい、ジャマイカソングでした。なんかその自分だけで遊びすんのやめてほしい。いや、確かに季節を感じるね。感じるでしょ。感じる感じる。夏でしょ。うん、そうそうそう。いや、いいですね。はい、いい曲です、ね。いきますか。うん、はい、2曲目いかせてもらいます。はい、ロバータ・フラッグで、Killing Me Softly With His Song。 ロバータ・フラッグで優しく歌ってです、ね、高校の時めちゃくちゃ聞いてたですよ。いい曲だ。多分聞き覚えあるんだ。ある。あるでしょ。うん。こんな曲は知ってたな。知ってた？うん。ネスカフェの CM らしい。お茶かコーヒーね。なるほど。そうそうそう。CM に使われてるってやっぱ。俺はさすがに知ってるね。知ってるよね。うん。なんかね、この曲も CM で聴いて、うん、いい曲だなと思って、幼心にね、うんうん、で、ある日、親の CD を探ってたら、うん、そう、あったっていうね。うん、ジャマイカソングもそう、さっき。あ、そうなんだ、うん、で、フリーソウルっていう、うん、コンピだよね、あれコンピに入ってたんです。はい、まあ、めちゃめちゃコーヒーと紅茶に合う、ね、めちゃめちゃコーヒーと紅茶ね、紅茶感とコーヒー感すごいね、本当に。、うん、私よく使ったなって感じ。そうだね、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。ドラム関優の選曲でジャマイカソングと、キリンミーソフトリーズヒッソング紹介しました。おはようございます。インターFM897レディオヌー、今夜はキングヌーボーカルキーボードの井口とドラムの関優がお送りしていきました。はい、ありがとうございます。ここでキングヌーからお知らせがあります。そうですね、3日後に武道館、うん、まさかフェス、まさかなんだっけ、フォルカドットスティングリー、フォルカドットスティングリー、バックホーン、スカパラさん、さん、はい、バックホーンさんね、はい、キングヌーさん、キングヌーさん。やります。やりますね。楽しみですね。楽しみですね。いやね、ついに武道館にね、うん、立てるなんて思わなかったね。ね、っていうか本当だね、武道館だよ。ね、武道館なんか見に行ったことある？ないないんだ。ない。初めて行く。そうか、怖いよ。初めて行く武道館が、うん、自分のライブなの。怖いよ。やばいね。そんな人いないんじゃない？本当？いや、武道館でみんな行くの？みんな1回は行くよね。みんな1回行くんだ。そうそうそう、そう、ね、
出るもんじゃないらしいよ。出るもんじゃないらしい。あ、そうか。いや本当怖いですね。うん、ゆきちゃん見たの俺。あ、そうなんだ。見た。ゆきちゃん見に行った。いや、そのクラスなんですね。うん、そのクラスですよね。まあまあね、うん、まあね、あのワンマンで今回ね、ちょっと ね、なんか本当におまけですよ。おまけっすね。言ったらキングヌー。そうですね。若手枠でまあちょっと出してもらえたぐらいな感じで、はい、まあ、スカパラさんとかね、うん、ちょっと失礼ないようにします。失礼がないように、ね。失礼がないように肩をしましょう。俺らでね。お借りしましょう。肩を肩を持つ感じでね。肩を持つ感じで、むしろね。はい。肩を持っていただく感じでね。どっちなの？どっちですかこれ？バカなんでちょっとわかんないですけど。まあちょっと楽しみですね。はい。いやー、詳しくはキングヌーのホームページでお知らせなどチェックしてください。はい。そして引き続きメッセージお待ちしております。 E メールアドレスはアルファベットの小文字で gnu@intafm.jp nu@intafm.jp です。それでは最後にキングヌーのローラブを聞きながらのお別れです。インタイム897からキングヌーがお送りしてきましたレディオヌー、キングヌーボーカルキーボード井口とドラムの関裕くんでした。また来週。バイバイ。バイバイ。